近だな。まだ早いって。早かった。網走やん、振動の。あれ言っちゃったの？うん。網走やん、振動の。網走やん、振動。網走やん、振動の。ちょっとだけよ。前回放送からたった3日じゃない？なんか。3日っていつやったんですか？なんと、水長編。15日やった。火曜日、あの暇だった日。うん。なぜかね、しま先月の19日火曜日も大暇でした、うん、うちら水木、第3木、水木休みなのに暇だったもんな。体力を運動してどうするんだよって話で、君金クマになっちゃったね。あ、ブリーチしたね。これはですね、おとついの夜です ね、 ね、新しい違うメーカーの液使ったら痛くてピリ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 痛くて、でもトリートメントも袋もついてたね。そうか、かぱってね、シャンプーハットシャンプーハットついてたね。洗ってみたけど、ちょっとまだぬるぬるしてる、うん、そっちの目またつければいい。これにいいこと書いてあったよ、トリートメントのつけ方とか。うん、なんだっけ、こんなブラシですね、水気切る、うん、そう、最初にシャンプーする前に、うん、そうそうそう、シャンプーする前に乾いた状態でブラッシングしてからシャンプーして、ちょっと伸びきたって、再来週ぐらいとかです。水気切ってから、ああ、タオルとかで一回こうペタペタって拭いてから、ああ、トリートメントつけて5分ぐらい置く。5分か、うん、5分ぐらい置いて、まあ、今日もやるけどさ、トリートメント、あのあれだよ、流さないトリートメントもあるんです。これ油性だからな、これだとカラカラになってくるけど、うん、3月は使う、セルファー 5% 割引でだったんで、大量に買いました、ね、洗剤だね、うん、トイレのスプレーとかね、ほとんど洗剤だね。今日持ってくるの大変だったか、重たくて柔軟剤、うん、あと普通の洗剤とか。あ、今日は3月22日金曜日、歯ブラシも買ったよ。1時13分です。1時じゃあ、あと11時だって、嘘言って、うん、歯ブラシも買ったよ、いっぱい。ここは空いてんだけど、1時から2人入ってるんで、次2時半ぐらいか、うん、うむ、なんかこの間19日とかはあちこち店も暇だったみたい、うん、給料前、うん、25日の人が月曜日まで出ないし、公務員はよく21日とか。今日から高校野球も始まりました、うん、さっき開会式やってたけど、明日マイク入ってる？北海道は一番最後に入場してきたんでしょ。あ、そうなの。うん、今年は南から、うん、だからハワイからだね。うん、ハワイは日本じゃない。昔日本になれそうな時もあったの ね、 明治ハワイ県だった。これ、ハワイ。ハワイどうなった？パスポートいらねえ、うん、明日の第1試合と明後日の第2試合のどっちがどっちで出てくるか知らないけど、うん、エンガルは21世紀枠同士でやっちゃう、なんか、うん、あの福島の何回生だっけ、北同士当てんのやつや、うん、昔は当てなかったんだけどね、今関係ないのか知らんけど、うんうん、プロ野球も29日開幕ですね。そろそろ稲葉と中田もまた試合に出るみたいなこと。昨日大谷投げた後打ってライトに守ってた。うん、大変だね。うん、こんなの本当にできるのかな。あれ1回じゃ投げてないからいいけど、先発した後なんてな、そんなきついもんがある、ね、どうなの。だからあの、そういう時は別にないかな。交流戦のさ、セリーグの時には、セリーグの球場でやったらバッターも入るし、うん、その時使えばいい。先発で使う。普通その時はピッチャーで使って。でもピッチャーはあんまりまだ投げてないんだよ、2回ぐらいしかね。そうか、バットばっかりで、うん、ホームラン打って。いつまでやらせんだかな、みたいな。3年ぐらいやらすのか知らんけどな。うん、最近なんかバッターのばっかりだもん。いきなり157キロ出して。
昔はね、だってベーブ・ルースだってピッチャーやってたんだもんね、最初ね。あまりにも打つから、打つことに専念するためにファーストになってるから、うん、昔はそういうのあったみたいだけどね。休みの間、映画三昧ですかね。そうですね、火曜日の夜は暇だった。憧れのハワイ航路って昭和25年の白黒映画で美空ひばりが子役でな、そうそうそうあれキッチンラーメンみたいな、ちっちゃさで歌なのも大人びた声声でとかってキッチンラーメンだ、チキンラーメンだ、その後ね、もうなんかドタバタチチ、ハワイ珍道中ってやつ、ハワイの人人食い人種だってね、はい、どう見ても日本人食べてたエリーチームに出てたけど、一応ハワイロケしてんだけどちょっとしか出てこなかったよね、最初のやつだってちょっとハワイロケしてないんだけど、ハワイの昔の映像、映像っていうかね、モアナサンフライだって、ロイヤルハワイを持ってる節じゃないからそれ映ってて、もうダイヤモンドって思っててな、まだニューオータニも何もないうちで、で夜最後に昭和残響伝っていう高倉健の空獅子ボタン、面白い、ね、薬剤映画、薬剤映画、昭和初期の話だと、自分の子分のためにしょうがなく全然関係ないところに親分殺して、で出所してきて、その後墓参りってそこの前の その奥さんに会ってしまって、親分殺した三田佳子ですね、奥さん子供がいてね、で子分がね、まだ名前出てこないな、永田博之の弟、なんだっけ、金太郎の人でしょ、奥さんも金太郎の人だね、若すぎて分かんなかったよね、なんかどっかで聞いたことある声だな、顔も細くて、あのシリーズ永田博之と南田陽子2人で出てたりもしてた、永田博之まだ 若いもん頭みたいなやつやられちゃうんだよ、鉄砲玉みたいなこと言って3本ぐらい見たことあるんだけど、本当は前の鶴田浩二のやつがかっこよかったのよ、それではなかったです。マイク巻き、それで昨日だっけ、おとついか、アリスワンダーランド、アリスインワンダーランド、昨日はあれか、相棒の最終回を見て、そう白のお姫様、高橋でいきの娘がこう、マーサアナウンサーなのに声優やるなっち、マーサアナウンサー同士だったし、赤い方の頭でかい人もアナウンサーだった、赤の、あれでもなんか、ね、レオナルド・ディカプリオ の相手役のタイタニックの話だった、それぐらいかみたいな、そうで昨日相手最終回、イレブンの最終回、はい、終わってしまったね、 X で映画、続くようにして、明日公開、今日公開みたいなやつ、まだ想像やらないべな、出てたよね、あのなんだっけ、あの高俊のなんだっけ、お試しか、お試しかね、出てたよね、ピザ屋でさ、痛みとさ、お試しかのナレーションの声を真似しますから、第17位ってこれちょっと違うな、いつももっと似てるんだけどね、痛みと、あとなんだっけ、あのいつも隣にいるおっちゃんと角田課長と、あとは課長と、あの3人トリオでしょ、芹沢と、そうあのおっちゃんだったっけ、ちょっと、あとあれなんだっけ、あれでしょ、ラムネの、検視官、監察官大河内監察官、ですよね、あのバラエティーです、大ーって違うな、これ小田切れちゃった、あなたは序南の祖が出てるとトラさんです、ね、違うな、トラさんの時のやつでしょ、もっと似てないのやつも大、緊張してるとできないんだよね、改まってやるとな、
映画たくさん見たけど。3日しか経ってないけど、結構まあ喋る話題はありました。本も書いたね。やっとね、あの前から読んでたハワイの本読み終わって、その相棒の話とは別の本が出てるんですけど、これだいぶ前に出たやつで、こうか、杉下右京の冒険って、冒険、これ話2つあって、これ2冊目の本なのよ。まあ1冊目のも読んでないんだけど、こっちの方がハードカバーでなかったから、これ柔らかくて読みやすいなと思って今までずっとハードカバーだったから、ね、紺碧の墓標ってやつと、野鳥と UFO ってなんかわけわかんないんだよ。 UFO もう今70ページぐらい読んで、面白いです。この2冊目のやつはなんか最初の亀ちゃんがいなくなった後の頃の話になってるけど、一人になって、うん、あれ12月いっぱいでいなくなってな、その後一人だったんだよな、うん、その時誰か痛みか誰かと一緒にちょっと一回やけに相談したことあったよな。あ、知り合うか、うん、な、払いたいとかでそれでさ、うん、そう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 、帰るふりして、ちょっと昼に食べたすいませんっておかしいよ。この間みんな最終回おかしかったよな、うん、なんでよお前匿名に集まってんだよとかって、みんな集まって匿名に全員集合かよすげえ人だったからさ、うん、匿名なぜかテレビも置いてあるってやつ、うん、他の係のでかい係の何もないのに窓際部署だから、うん、あそこだけ異質になって、うん、腹減ってきたよ。朝カレー食べてきたのに、たっくん、うん、腹減ったの、たっくん、あと油絵描いたね。あ、油絵描いて、2軒半描いたし、昨日フェイスブックテレの椅子載せたけど誰もわかんないで、一応こう自分でこう撮った写真、描いた写真もこうやって入れながら撮ったんだ、うん、ここを描いたんだよさ、うん、テレの椅子うちの親にも送ったけど、それハワイ島描いたんだけど、ハワイ島じゃないんだよ、うん、ペ、なんだよ、ペレは分かってたよ、ちょっと俺、うん、火の神ペレとかキラウエ火山とかに、まあ、溶岩みたいな、まあ、火の神だから、うん、火伝いがあってね、うん、旦那がなんかぬくぬくなんとかほぬほぬアプアーだね、うん、旦那がぬくぬく、魚の名前だべや、そうだよ、旦那さんがああ、はいはい、そう、海に逃げたし、ふむふむぬくぬくアプアーだって、うん、なんだハワイの宗教、ふむふむぬぐぬぐ、ふむふむぬくぬくアパー、アパーなって逃げてたでしょ、うん、それ多分ワイキキの水族館いたらいるんだよ。あれはあの山の神は、山の神はね、ポンヌフじゃないです、ポリアフだったかな、それが姉ちゃんだ、うん、なんか仲悪いね、妹か、うん、まあ、そんな神話か、まあ、あのマノア、マノア、それは仲悪いじゃなくて、雪とお前、そうだよね、火だね、うん、火消されちゃう、うん、だ昔カミハメア大王ハワイ島にいた時に、その、うん、違う島カワイとかどこかに攻めに行こうとした行った時にさ、うん、まだハワイ島2つ道に 王がいたんだ、うん、で今カミハメアないからチャンスだと思って行こうとしたら、そう溶岩流れてきて、そこの舞台で死んだとかってさ、カミハメアは溶岩までそのペリまで昔すごいやつだとかってさ恐れられて、うん、でカワイ島の王は降伏したのにさ、結局最後殺しまったから、うん、だからハワイあの銅像もさ、カワイ島にも置くって言ったのに、ね、いらねえとかして怒られてさ、うん、それで今ヒロに置いてあるやつでね、うん、本当の生まれたハビーとかにあるやつは、うん、あれはなんかそのパリかどっかで作ったやつが海に落ちて、うん、船雑誌をなんかしたのかもしれないけど、うんね、引き上げられた、2個目を作ったのがあのホノルルにあるやつなんだけど、うん、後からまた海から見つかって出してきて、うん、でそれで生まれ故郷に置いたみたいな、うん、で実はもう一個あるんですよ、4つ目あるんですよ、ワシントン DC にあるんですね、これ各州の著名な人2人の銅像が置かれてるんですけどね、カメハメア大王は2人目に有名だったんでって思って、1人目は実はあのハンセン病に頑張って助けた一人の牧師のベルギー人、ダミアン神父です、四角いね、ダミアン神父の像がね、こんな箱みたいな変な像でね、うん、なんなのこれって、もちっちゃい、顔もなんか苦悶の表情、そう、それだからハンセン病がかかった時のモロカイ島でそこで隔離された人のために頑張って戦ってるうちに、まあ、自分で移っちゃって最後死んじゃうんだけど、ベルギーではすごいもう英雄の人なんだけどね、
牧師と神父はどう違うんだっけな、間違えた、なんちゃこちゅうの、うん、ちょっとビデオ撮れたってかな。もちろん視聴者いません。あ、ここに16分経過、あ、違う、これついたらつぶやいたやつか。こんな早く出てきたから、今月もう一回出てくるからね、うん、次28日木曜から4月2日の火曜の間かわかんないけど、今も月に2、3回書き換えてた、うん、だんだん怪しくなってた。30日土曜日はうちの母の誕生日です、うん、年女72歳です、うん、でもなんもないです。なんもないです、うん、劇団四季でも連れてってからいいかなと思って。うん、劇団四季も延長すると思ってたよ。ああ、そうなんだ、うん、年内はやってね、うん、サウンドオブミュージックやってほしいな、うん、やってほしいね。あとはメリーポピンズでもいいし、でも意外に面白かったのはアニー、面白かったよ、うん、面白かった映画のアニー見た、うん、子供のやつだから確か面白いかなと思ったけど、うん、金持ちのとこに行くやつね、うん、美女と野獣もなテレビでやったから撮ってあるけどな、うん、昨日どついか水曜日にやった、うん、なんか匂いきつくなってきたね、あれ、うん、そっか、しょっちゅう出てんのかな、シュッシュパフパフ、うん、フローラルだからさ、あれちょっとだんだん反応しないのに反対向けて反応するの、それなんか適当に時間になったらプシュッと出るんじゃない、なんかね20分おきに、そうでしょ、出るのか出ないのか、これ粘つけんだけどさ、顔にかかるよ、またこんなやつ消臭パフパフ、これよくわかんない、鼻がある、うん、なんかちょっと嫌な匂いな、フローラルだからさ、ちょっと気持ち悪くなってきちゃった、お父さん、お父さん、換気扇を真っ直ぐして、どうして限界を持ってくる、いいや、はい、DJ サニーです。もう最近その CM やんないね。いいことある、そんな注目で It's a part of the group 言えてないですわ。大ジュナイ違うな。違うな、やっぱりな。やっぱりチューバッカだね。うん、映画スター・ウォーズのチューバッカ。動物かと思ったら普通に運転してたよね。動物だったら宇宙人なんだね。そうなんだよね。動物だと思った。クマかなんか。動物だと思った。スター・ウォーズのこのエピソード7、8、9って全部作るんだな。あれディズニーで買い取ったでしょ。うん、あ、そうなんだ。順番わかんないから順番通りにあの、うん、ね、最初からこう、いや最初はその真ん中3つしかなかったなと思うよ、だからそんな、うん、ジョージ・ルーカス考えたんだけど、うん、何十年かかるのさ、1970年代後半ぐらいからやってんだよ、うん、スター・ウォーズのレゴブロックあるよ、うん、そんなの ABC ストアのレゴブロックでも作ってくれ、うん、欲しいね、前自分で模型で作った人いたんだよな、ね、ね、欲しかったよ、すごいすっごい良かったよね、あとなんだっけな、あそこのノースのアイスクリームや、あー、俺がいたとこなんだっけ、松本じゃないよ、青木、青木シェーブアイスと、あとね、あのサーフンシーム作ってた、あー、そうそうだ、いや、ABC はそこに外になんか置いてある、うん、こんなさやつまでちっちゃく作ったってさ、コーヒーとかもね、うん、青木シェーブアイスもなんか姉ちゃんこうやってアイスクリーム持ってて、これうん、だよね、すげえな、あの作る人、うん、色一個一個塗ってからやんなきゃ、こんなちっちゃいって、うん、外では置いてあるのか、アルファストリートまで置いてあるのか、マカデミアナッツとかさ、うん、マーナノアロアのさ、やつとか、うん、で何の話か分かんねえみちょっと、うん、分かる人は分かる、じゃあ、うん、こんなところで、そうです、ミックシャーだね、大したしゃべることなかったね、うんうん、
だいぶしゃぶった方だよ。そうだね、バイバイ。続けることが大事ですね、うん、20分しゃべった。バイバイ。じゃあまた来週か来月かいつか会いましょう。はい、さようなら。バホーン。マハローヌイドは。